アノーマラスアイテム一覧 JP。前期。財団はこれ以上の研究は必要ない、あまり役に立ちそうにないアイテムを多く発見しました。将来、これらのアイテムの知識が役に立つ時が来るかもしれません。ここに記載されているのは日本で保管されているアイテムです。サイト、研究主任、博士。アイテム1、50。説明、いくら使っても勢いが落ちないダストブロワー。回収日年、月、日。回収場所、県、市、現状、サイト、の職員用ロッカールームに保管。中、調子に乗って使いすぎた研究員がこれまでに3名、手に軽い凍傷を負っています。説明、ピンク色のヒヨコ、ガルスドメスティクスの幼鳥。外部から着色したものではなく、羽毛から常にピンク色の染料を分泌している。回収日年、月、日。回収場所。県、市の祭り会場にて。現状、皮羽により抜け落ちた羽が染料を生成し続け、生え変わった新しい羽から羽維持陽性が確認されなかった。維持陽性を持つ羽を一部保管、ヒヨコは維持陽性を喪失した鶏として現在もサイト、で飼育中。説明、ツルレイシ、モモービカチャランティアバーパブル、の果実。二つに切断すると断面が笑顔のような形になり、笑い声を出す。回収日年、月、日。回収場所。県市の集合住宅のベランダ菜園。現状、サイト、にて冷凍保存中。採取した種子から育てたツルレイシの果実のうち半数に同様の性質が見られた。説明研究員の眉間から一本だけ長く伸びる体毛。体毛としての柔軟さとピアノ線に匹敵する引っ張り破断強度を合わせ持つ。回収日年、月、日。回収場所。研究員の眉間。現状、サイト、にて分析中。研究員の眉間から同様の体毛が再度生える兆候は現在まで見られていない。説明、高橋研究員以外のすべての人間がアグラオネマの鉢植えと誤認識するサンセベリアの鉢植え。回収日年、月、日。回収場所、高橋研究員の個室。現状、回収場所に、回収当時の状況そのままで保管。どうやったら間違うのさ、全然似てないじゃん。高橋研究員。説明、洗うたびに、赤、橙、黄、緑、青、紫、赤というパターンで色が変化する T シャツ。回収日年、月、日。回収場所。初、行きのフェリーのトイレにてエージェント、が習得。現状、サイト、の職員用ロッカーに保存。説明、耳にはめ込むと変形し、外耳道動線等の装着部分の部品で埋め尽くす視聴用のイヤホン。回収日年、月、日。回収場所。東京都千代田区の音楽店にてスタッフが被害を受け、その場で回収。スタッフの鼓膜はアイテムを取り外す際完全に突き破れた。現状、サイト、の職員用ロッカーに保存。説明、白癬菌が検出されないにもかかわらず履いた対象を10度の水にするピンク色のスリッパ。回収日年、月、日。回収場所。駐屯地外来宿舎にてエージェント、が発見。エージェント、は、削除済み、だったためとアイテムの影響を受けなかった。現状、エージェント、の資質用スリッパとして使用。可愛いから持って帰ってきちゃった、エージェント。説明。転がすと笑いを引き起こす橋。回収日年、月、日。回収場所。研究員が祖母の遺品から発見。現状。研究員が携帯している。これ使うとどんなに疲れててもちょっと楽になるんだ、研究員。説明。どのような椅子を置いても必ずガタつく床面。回収日年、月、日。回収場所。サイト81の博士のオフィス。現状、サイト81の改装に伴い通常の床面と変わらないものになった。
3本足の椅子でもガタついてたんだ。すっげえ不便だった、博士。説明、大当たり喉に打ち手の実家のインターホンが鳴るパチスロ機。回収日年、月、日。回収場所。県、市のパチンコ店。現状、サイト、81、の休憩室に遊戯可能な状態で設置。1000枚以上出した者はその場で実家に電話するように。博士。説明、脱脂粉乳の瓶に入っている由来不明の粉末状の精液。回収場所、サイト81、の休憩室。現状、隔離した後 DNA 分析の結果待ち。希望した関係者には記憶処理を行った。なんだか最近コーヒーの味が物足りない気がするんだ。エージェント。説明、AK-47 に一致する外見をした自動小銃。発砲すると薬莢が廃墟されるが、銃口から弾頭が飛び出ることはない。発砲時に異戦場にいる、撃たれた、被験者は鼻孔口内にからし独特の刺激臭と辛味を感じる。回収日年、月、日。回収場所、大分県、比重大演習場。現状、米海兵隊により発見され、組み込みエージェントの手によりサイトに持ち替えられ、分析の後保管された。説明、17世紀に作成された木製のロザリオ、身につけた者が少数民族や僧教えの加害に関わっている場合、その肉体を発火させて死亡させる。回収日年、月、日。回収場所、長崎県、村。現状、処分に失敗したためサイト81の金庫に保管。少なくとも我が財団の職員は誰もつけられないでしょうね。博士。説明、中に食器を入れて作動させると、確実に食器を手ひどく割る食器洗い機。故障や欠陥は見受けられない。回収日年、月、日。回収場所、東京都、市、現状、サイト、8133の倉庫に保管。後で彼には謝らないといけないな、これは、物部博士。説明、IC カードや切符を入れて、金額不足等でエラーを起こさせると、編集済みの改札機すべてが同時にエラーを吐き出す1台の改札機。遠くに移動させた上でエラーを起こしても同様の現象が発生した。回収日年、月、日。回収場所。編集済み、現状、サイト、81、の倉庫に保管。説明、発見当時に収納されていた切り箱から取り出している間、常に振動し続ける西洋女性の衣装が施された木製のこけし人形。回収日年、月、日。回収場所。京都府、市の旧家、家の蔵内。現状、切り箱に入れた上でサイト、81、の定期券モノロッカー内に保管。切り箱には筆で、箱入り娘のアン、と記載されています。エージェント。説明、設置した状態で一定以上の衝撃が加わると、その瞬間の微動サイズの鉛と同質量、約 60kg、となる古びたサッカーボール。回収日年、月、日。回収場所。県、区立中学校体育倉庫。現状、サイト81、の倉庫に収容。運動場に転がしておいた犯人は絶対に許さん。博士。説明、着用者以外の人間には棘付きの赤い革製首輪に見えるガーネットのネックレス。回収日年、月、日。回収場所。県、市のフリーマーケット。現状、調査の後、所有者の、研究員へ返却。なんで3日も経ってから聞いたの、もうあの時間の電車乗れない。研究員。説明、半径、KM 以内の未開封の同社同製品の内容物を取り出す M、アーモンドチョコレートの箱。回収日年、月、日。回収場所。県、市の民家。現状、調査後、成果に連絡、契約の上サイト、81、の売店に設置し、量り売りに利用中。
売店のおばちゃんがこっそり盗み食いをしていないかどうか調査したいんだが、エージェント。君が回収してアーモンドチョコを食べたいだけだろう。却下だ却下、博士。説明、通常の鮭と同様に泳ぐ鮭の切り身。回収日年、月、日。回収場所。県、市のスーパーマーケット。現状、サイト、81、の水槽で飼育中。こいつは一体どうやって餌を食ってるんだ、エージェント。説明、白いルノー、エクスプレスを模したM、車製ミニカー。貨物室に物を入れて取り出すとラベンダーの香りがつく。回収日、20。回収場所。研究員の実家。現状。研究員のデスク。鼻毛カッターに使うとすごくいいですよ。研究員。説明。生地をこすり合わせるとその具はカラ砂が生成される砂漠迷彩柄のバンダナ。砂の原産地は特定できない。回収日。1992、5。回収場所。県、市、ランド。現状。耐久実験の結果破損。以降は異常な性質を示さず。説明、宙に入れた液体をメチルアルコールに変化させる壺。回収日年、月、日。回収場所。県、市の、家の像。現状、サイト81、の定期券モノロッカーに保管。任務分けにもいかないしなぁ。博士。説明、開くたびにページの数が一定しない本。回収日年、月、日。回収場所。県、市の一律図書館。現状、保管、備考、研究助手、が開いたとき、ページ数が約26万枚に増え、収容ロッカーを破壊、の両足を粉砕骨折した。ページが増加する上限が不明のため、実験は現在中止、処分を検討中。説明、中尾、のテーマソングしか吹けないリコーダー。回収日年、月、日。回収場所。県、市の小学校。現状、サイト、81、の保管庫に貸し出し可能状態で収容。くん、牛丼ぶり食ってる時はいいけど海鮮丼ぶり食ってる時にこれ吹くのはやめてくれないかな。博士。説明、匂いと味が洋梨そのものなカミキリムシ。回収日年、月、日。回収場所。県、山。現状。残存した胸部、腹部を低温保管庫にて保存。まずどうやってそのことに気づいた。そしてなぜ食おうと思った。何より、それが異常性によるものと確信して食べ残しを持参、報告してきたのは一体どういう役なんだ。博士。説明、剥がしても剥がしても、いつの間にかポスターが貼られている部屋。すべて現実には確認されていない、アニメーション作品と思われる。回収日年、月、日。回収場所。県、市のホテル。現状、財団が格安で借り、付近の SCP 捜索任務班の拠点地としている。冗談じゃない、なんで今日に限ってホラー物ばっかり、博士。説明、利用室前のサインポール。縞模様が回転することによる目の錯覚ではなく、本当に上部から無限生成される縞模様のポールが、回転しながら地面を掘り進んでいる。回収日、2013、7。回収場所。県、市内の利用室。現状、発見時、すでに回収不能だったため店舗を買収し保管。先端、は未だ見つかっていない。説明、高度2メートルで浮遊する羽毛布団。布団の縫い目部は空大量のメタンガスを放出し前進することができる。回収日、2011、10。回収場所。県、町内の輸入雑貨店。現状、財団職員の有志により、より重量があっても乗れるように設計、改造中。予算の寄付を募っています。説明、合成タンパク質によって合成された糸ミミズ。脊髄に注入すると全身に広がり、神経細胞として活動する。特に運動神経を大幅に強化し、拒絶反応なども起こさない。回収日、
1986-7-1。回収場所、千葉県千葉市。現状、繁殖に成功。財団の一部機動部隊によって運用中。安全性は完全に確認されておりますが、激しい負傷などを起こした時に傷口から逃げ出そうとするのが問題ですね。坂島医療研究院。説明、財団職員のエージェント。自身の毛穴すべてに唇、舌、歯が備わっており、常にもぐもぐと自発的に動きます。回収日、年、月、日。回収場所、サイト、8181内検査室。現状、エージェント、へは、定期的な検味に加え、週1回の精神カウンセリングが行われます。説明、度重なる洗浄にもかかわらず、カレーパンの匂いを発し続ける枕。回収日、2000年11月2日。回収場所、エージェント、桜庭の寝室。現状、エージェント、桜庭に返還。俺の匂いじゃなかったって証明できたのは嬉しいけどさ。そうと分かってから返されても、その、困る。エージェント桜庭。説明、校庭で聞こえる、出所不明の当該小学校校長の君は、調査員が報告のため録音すると、録音装置の停止ボタンが機能しなくなり、音声がループするようになった。以降校庭から音声は消失。回収日、年、月、日。回収場所、都内某所の小学校。現状、電池切れの後停止。電池を変えると再生を始めた。保管中。職員への耐久罰ゲームとして使用しないでください。説明、電波を受信しラジオとして機能するしいたけ。回収日年、月、日。回収場所、県、市、山中。現状、確認できたものはすべて回収。一部を保管し、残りは焼却処分。焼却処分の名目で焼いて食べようとしたら、焼ける音もラジオの砂嵐そっくりで、食べる気がうせちゃったよ。エージェント。説明、どんなに叩いてもチョークの粉が出続ける黒板消し。回収日、1990年3月31日。回収場所、東京都品川区立、小学校内。現状、耐久実験継続中、201年現在までに発生したチョークの粉は 520kg。説明、財団が実験用途で購入、飼育していた怠け者。財団職員が挙げたおやつの桜餅を食していこう、敏捷なフットワークと機敏な反応で銃弾をも回避できるようになった。回収日、2011年4月15日、維持要請発言の日。回収場所、サイト、81、の飼育室。現状、死亡。死因は極度の栄養失調であり、普通行わない運動性能のためであると結論付けられた。説明、赤い陶器製の茶碗。この茶碗でカシータベイを食べた際、ベイ粒がまだ茶碗内に残っているにもかかわらず、ごちそうさま、と発言すると、残ったベイ粒が、データ削除済み、いいや、言わせてもらうね。いいか、この茶碗でベイを残すとな。データ削除済み、になって口に飛び込むのさ。回収日、20、年、月、日。回収場所、エージェント、の実家にあるなや。現状、破壊。エージェント、え、何が起きたか口外しないように、記憶処置を拒んだのは君だ。くそ。説明、どんなにシャッフルしてもデッキの一番上に来るトレーディングカードゲームのカード1枚。回収日年、月、日。回収場所、県、市内のゲームショップ。現状、サイト、8181の引く価値物品倉庫に保管中。こいつがもっと強いカードだったらなぁ。博士。説明、もらった人が口に含んだ瞬間、あげた人の口腔内に唾液が付着した状態で瞬間移動する飴玉50粒。検査の結果、戻ってきた飴に付着している唾液は雑種犬のものと判明した。回収日、2011年9月10日。回収場所、インターネットのアダルトサイトワオ、で購入。サイト内では媚薬入りとして紹介されていた。現状、サイト、8181の貴重品保管庫に保管中。エージェント、桜庭は大丈夫ですか？ずっと吐き気を訴えていますが、女子。
説明、鑑賞中、とても便通が良くなる、世界地震100景、という題名のビデオ。回収日、2010年6月4日に発見。ただし、それ以前から目撃されています。回収場所、サイト、8181内のレクリエーションルーム。現状、発見場所にて保管。職員はいつでも使用できます。使用にはフロア担当者の許可が必要です。教授の件といえばわかるな。そうだ、20分以上使用してはいけない。レクリエーションルーム、フロア担当者。説明、食べると、強烈な甘みが30分以上残り、その後急速に辛く感じるチョコレートクッキー。エージェント、甘みは、これを普通の食材から制作したと主張している。回収日、2014年2月14日。回収場所、サイト、8181内カフェテリア、およびエージェント、甘みの資質。現状、クラスに薬物災害手順に基づき対処済み。希望する職員には通常のチョコレートクッキーが配布された。説明、博士が一度に出産した26人の女児。産後の、博士にはいかなる異持用もない。回収日、年、月、日。回収場所、サイト、併設の医療施設。現状、女児は全員、健康にサイト、81、の養護施設で成長している。現在、歳で、顔がそっくりだが性格は異なる。説明、歯について取れないネギ。いかなる手段でも引き剥がすことはできず、最終的に対象の歯ごと回収した。回収日、20年月日。回収場所、高知県のラーメン屋。現状、回収後の試験で歯の方が量子分解し、ネギだけが残った。保管中。説明、住宅の鍵穴から侵入を試みていた、生きた40の髪の毛一本。衝撃を与えるとのぶとい男性の叫び声を発する。回収日、年、月、日。回収場所、大阪府、のマンション。現状、透明な密閉容器で保管中。DNA 検査の結果日本人男性のものと推定されるが、侵入先の住宅に一人暮らしをしていた男性を含む基地の DNA 情報と一致しなかった。説明、手を入れると、手首から先が切断され鮮血が飛び散ったかのような幻覚が見えるハンドドライヤー。回収日、2000年、月、日。回収場所、北海道、のショッピングセンター。現状、分解検査後異持用を示さなくなったため、現在は、博士の自室にて使用。説明、入れた書類の内容を大声で読み上げる電動シュレッダー。機密文書を読み上げる時の声は、非常に楽しんで、いるように聞こえる。回収日。回収場所、サイト、の事務室。元は職員の自宅にあったものを再利用。現状、驚いた職員が破壊。説明、掲載されている写真を指で指し示すと、その写真と同じ髪型に変化するヘアカタログ。なりたい髪型に必要な髪の量と長さがなければ反応しない。回収日、1900年、月、日。回収場所、都内の富裕層向けクラブ内、特別会員室。現状、サイト、8192て保管。髪など存在しないのだ。藤教授。説明、アロエ石鹸として利用のできるウサギの生耳標本。毛が生えていて血管もあるがアロエの香りと石鹸として使える特徴がある。回収日、2000年、月、日。回収場所、都内、区にて、博士が個人的に購入。現状、博士のバスルームに保管。現在は当初の10分の7ほどの大きさになっている。説明、装着すると常にいびきが聞こえてくるイヤホン。音声を出力させた場合、それに比例していびきも激しくなる。回収日、2000年、月、日。回収場所、市のリサイクルショップにて、エージェントホイが個人的に購入。現状、D
D クラスを用いた長時間装着実験中、D クラスが睡眠から起床した際に異様な性質を示さなくなる。以後はエージェントホイが所有。耳栓代わりにすると、すげえよく眠れるんだよ。エージェントホイ。説明、外部ネットワークに接続された端末で書き込むと Google 社の翻訳エンジンによってエスペラント語に翻訳される身元不明の血液 200ml。なお、この場合の、接続、は物理的な状態に加え、技術者がネットワークへの連絡する能力の有無、パスワードを知識を持つ、遮断状態の改変が可能、電子的手続きが可能、だと定義される。回収日、2000年、月、日。回収場所、ポルトガル、市の血液バンク。現状、サイト、に保管。説明、1月の31日、というナンセンスなグレゴリオ暦の日付に関する概念。対象が上数の回を正確に記憶した上でその月日の出来事を想起すると対象の年齢が実際より1歳上だと認識するようになる。その認識は容易に修正が可能である。回収日、1979年9月日。回収場所、東京都児童小説家、市が発見。現状、市への記憶処理の他に処置は行われていない。被検閲の数値が記録されたメモはサイト、81、低価値物品倉庫に保管されている。説明、性のビデオデッキ、とアイテムで映画を再生すると、スタックロールに、宝塚、という人物名が追加される。スタックロールがその映画にない場合、再生することはできない。回収日、2000年、月、日。回収場所、東京都、区の一般民家。現状、サイト、81、にて保管。先に言おう、下の文章から見てくれ。エージェント。現状、サイト、81、の低価値物品倉庫にて保管。シワとアイテムを執筆した覚えはないと話している。回収場所、岡山県、市の本屋。回収日、1980年、月、日。説明、表紙に、極意、統治法の、と書かれた、市執筆の本。このアイテムについて記述する際、それは本来の順番とは逆に進んでいく。本の中身はすべて統治法の例文で埋め尽くされている。読む人に統治法を使わせようとする弱い精神作用を与える。説明、ラベルに、呪いのビデオ、見るな、と記入された VHS テープ1本。内容は1900年に放送された児童向かい教育番組が録画されているが、実際に放送されたものとは異なり、ここから出して、と叫ぶ黒い長髪で擦り切れたワンピースを着た若い男性が映っている。男性の行動は再生の度に変化しない。回収日、2000年、月、日。回収場所、東京都。現状、サイト、8190で保管。年1回の定期検査により、男性の衣服と声は徐々に擦り切れていることが判明した。説明、手に取ってみると裏面も見てしまうポストカードサイズの抽象画。回収日年、月、日。回収場所、SCP-1910JP 内で9頭 U 博士が、R=8、構成員より手渡しされる。現状、サイト、81、の定期券モノロッカー内に保管。なんだかわからんが、面白いな、SCP-1910JP、どうやら、コピーガードが組み込まれているみたいですね。旧東雄広志。説明、右手で触れた場合、鏡の中の左手親指の位置が小指側に移動する手鏡。左手で触れると、自分の右手親指の位置が小指側に移動する幻覚を見る。回収日、2017年2月16日。回収場所、東京都、市。現状、SCP の収容違反時に破壊。以降は異様な特性を示さなくなった。説明、いかに微弱な風であろうと必ずめくれたり飛ばされてしまうかつら。回収日、2010年、月、日。回収場所、
遊園地のメリーゴーラウンドに乗っている男性の頭部より飛ばされたところをエージェントが発見。当時はほぼ無風状態だった。現状、サイト81の金庫にて保存。なんて残酷なことをするんだ。エージェント、なぜこんなことを暴露する必要があるんだ。博士。説明、視認している間、その存在を確認できないスーパーボール、107個。監視カメラなどの映像で確認できる。回収日、2017年月日。回収場所、秋田県。現状、サイト81のロッカーに保存。博士が踏んで3つを破壊。以降はサイト8190の金庫に保管。これを転がしておいた奴は誰だ？博士。説明、缶切りとして使用できる缶詰と、缶詰として開けられる缶切り。回収日、2017年月日。回収場所、富山県。現状、サイト81の定期見物ロッカーに保存。説明、音楽ゲームアプリを使用し、ラスト1ノーツでフルコムボの達成に失敗すると厚さが 10.0mm 増える画面サイズ 12.9 インチの、写生タブレット。回収日、2015年0月3日。回収場所、社のアプリ開発部門より厚さ 1176.9mm の状態で回収。現状、サイト81のレクリエーションルームで希望者に貸し出し中。現在厚さ 2526.9mm。有志の出資により、財団製汎用強化ガラスが装着されていますが、乱暴なゲームプレイは避けてください。事務員。説明、フルト任意の目を出すことができる6面ダイス。2個セット。回収日、2016。回収場所、県のインテリアショップ。現状、サイト81にて保管中、実験時以外持ち出し禁止。くれぐれも収容違反を起こさないように、特にこれを使用して賭け事を行うことは厳禁です。ゆえレンピア博士。説明、対物ライフルのみが破壊可能という特性を発射した弾に付与するバレット M82。発見時にはテープで、アンチアンチマテリアルライフルライフル、プ、と書かれた紙が貼られていた。回収日、2011。回収場所、福岡県、市、港。現状、サイト、81、のロッカーに保存。プ、じゃねえよ、エージェント。説明、明帝街、と書かれた看板のある村の村民。摂取しているわけではないにもかかわらず常に血中アルコール濃度がゼロ、である。回収日、2017年、月、日。回収場所、長野県、市と岐阜県、市にまたがる。現状、付近に監視施設を建造し継続監視中。なお、に血中アルコール濃度が上昇し、看板も、泥酔街、に変更されていた。結局これは酩酊街に関係あるんですかね。アレクサンドラ。説明、オスのみ毛猫1匹と、その背中に未知の手段で接着されているバターの塗られた食パン1枚。オブジェクトは常に地上から30の高さに浮かび、また回転し続けている。ミケネコの肛門には豆電球が一つ挿入されており、回転を手で止めるなどしない限り発光し続ける。ミケネコは生理的欲求を必要としない。回収日、2017年0月4月1日。回収場所、東京都、編集済み。現状、サイト、8181で保管、観察中。説明、系外惑星が発見されるたびに新たな楽章が追加される、組曲、惑星、の楽譜。現在、楽章、削除済み、分冊が存在している。回収日、2000年、月、日。回収場所、東京都八王子市の音楽教室。現状、サイト8181のロッカーに保管。将来系外惑星の発見数が加速度的に増加すると予測されるため、大型収容室への割り当てが提案されている。
やはり何度聴いてもトラピスト、1C は名曲だな。エージェント、杉友。説明。視野角の中心付近で視認しない場合、人間男性実体として知覚されるススキ。なお、男性は、選手として活躍後、や、でコーチとして名を馳せた、死と同一の外見であることが確認されている。回収日、2013。回収場所、東京都、川、球場外周部。現状、サイト、81、の一般植物庭園にて保管。幽霊の正体見たり、彼をばな、なるほど。エージェント、錦織。説明、1000字以上の小説作品を読破すると、自身の生命が小説の主人公と同じになる男性。過去、現在のあらゆる記録が書き換わるが、変更された痕跡は残らない。なお、他者の記憶や認識は変化しない。回収日、2000年、月、日。回収場所、都内の、高校にて、維持要請のために周囲を混乱させていた同人物を財団が確認。親族には記憶処理が施された。現状、特性を生かし、対 GOI 情報部門のエージェントとして財団に雇用中。現在の名前は、不快霊。許可を得ない氏名の変更は厳禁されている。仕事は楽しいですが、好きだった海外小説を一生読めないのは辛いですね。エージェント、不快。説明、手にしている時限定で粘動力を行使できる鉄製のスプーン。ただし自身に接触し、全長 20cm を下回る棒状で一部に凹みがあるものにしか影響を与えられない。回収日、2000年、月、日。回収場所、長野県、市内の喫茶店で、店主が客に見せるマジックに使用していた。現状、3回目の実験の際に粘動力により破損、無力化された。説明、充電口が破損しているスマートフォンにしか充電できない、射精スマートフォン用充電器。回収日、2000年、月、日。回収場所、東京都、区内の、ショップで無料充電サービスに使用されていた。当該アイテムの維持要請を認知していた利用者には記憶処理が施された。現状、アノーマラスアイテム担当責任者の許諾があれば使用可能。国試によりコードが断線。修繕後は維持要請を喪失したため、現在、博士が通常の充電器として個人使用中。仕組みが解析できたら複製して購買部で売ってほしいですね。割と本気で。エージェント。説明、11時、ようやくする、乗り。回収日、2013-321。回収場所、東京文房具店。現状、81、に保管、空白、は対象外だ。東博士。説明、1日に約10回の頻度でジョークを話すアメコミキャラクター、デッドプール、のアクションフィギュア。話すジョークはダジャレからチャック、ノリス、ファクト、ウシニトウなど多岐に及ぶ。回収日、2015年11月日。回収場所、東京都内のフィギュアショップ。現状、サイト、81、に保管。どうもここ最近質が落ちてる気がする、エージェント。説明、170.2bpm のリズムでそこを叩くとどこからともなくアメリカのクリスチャン、ロックバンドスキレットの、ノットゴナディー、が流れるフライパン。回収日、2016年08月日。回収場所、千葉県内のファミリーレストラン。現状、サイト、81、に保管。聞きたいからって叩きに来るのも料理しながら叩くのも止めてくれ、料理長。説明、自身について書かれた文章の文字の大きさをめちゃくちゃにするプレパラート。回収日、2016。回収場所、神奈川県の、中学校。現状、サイト、81、に保管。説明、開けると、中から、3のエッチ、という10代くらいの女性の声が聞こえて、40度ほどのお湯が出てくる木製のドア。回収日、2000年、月、日。回収場所、県、市の民家。現状、サイト、81、に保管。
いや、湯気で何も見えなかったぞ、研究員。説明、声に出しながら読むと、狼の気持ちになっていく、社出版の絵本、赤ずきん。また、3回読むと、犬の尻尾と耳がじわから生えているという幻覚が起こる。回収日、2017年月日。回収場所、福島県、市の古本ショップ。現状、サイト、81、に保管。石が腹の内に、エージェント。なぜか5回ぐらい読んでると、絵本に書かれている狼が可愛くなってくるんだ。博士。説明、望遠鏡で諦めながら願い事を3回唱えると、0.1% の確率で叶えてくれるとして知られている構成です。ただし、それが正確かはわからない。回収日、回収できないので不明。回収場所、回収できないので不明。現状、オリオン座の南で輝いています。でかい鉱石、と唱えたはずが、空から、でかい鉄鉱石、が降ってきました。エージェント。俺なんか、綺麗な彼女、が、綺麗なパンツ、になったからな。研究員。説明、音量調節を行うと、必ず音量が最大になってしまうイポドなの。回収日、2000年、月、日。回収場所、東京都、区の家電量販店。現状、サイト、81、に保管。いきなり大音量になるもんだから、びっくりしますよね。エージェント、発信。説明、時間の流れる速度が常人の 0.7 倍である青年。声は低く聞き取りづらいが、一見して普通の速度で発生、動作する。長年の訓練による適応と考えられる。回収日、2000年、月、日。回収場所、都内、小学校の特別養護学級。維持養成のために知能に問題があると考えられていたためで、事実当時の彼は7歳程度の発育状態であった。財団の回収後、家族と関係者には記憶処理が施された。現状、回収時、健康状態に問題が見られたため、財団に収容後は、昼夜を無視し、27時間活動して14時間眠る生活を送るよう指導。また、当人の感じる速度に合わせた教育を実施。結果、劇的な知的能力の向上が見られ、17歳で国立大学レベルの教育を修了。将来は財団の研究者として採用される予定。教育はその子の個性を鑑みて、常、エージェント、テッド。説明、電池を入れなくても叩けば点灯する懐中電灯。回収日、2000年、月、日。回収場所、大阪府の100円ショップ。現状、サイト81、にて保管。叩くだけでつくのは楽でいいんですけど4から6分しか点灯し続けないですよ、これ。エージェント。説明、使用するといかなる枚数。最高で3305人分、直径4メートルのピザを使用。でも表面積 0.0001mm に精度で均等に分割できる無印良品ブランドのピザカッター。作画、作図に携わる人物が所有するとたとえ液晶ディスプレイやコンクリートのような不適切な素材であるとしてもそれを用いて占領したくなる精神作用がある。回収日、2017年4月、日。回収場所、東京都。服のピザ専門店。現状、不適切な使用により歯が欠けているが現在も特異性を発揮している。性質の不安定化を懸念し、将来の実験は無期限で中止される。説明、財団フロント企業である出版社、出版、が出版したとされる小説。オムニバス形式であり、作中にて複数の財団職員が死亡するか、重度の後遺症を負う、外見年齢の若い女性職員が大半を占める。なお該当する職員は現時点でいずれも実在し、存命かつ健康である。作者欄に、ウサギかやちよ、と記名されている。出版、が該当の小説を出版したという記録は確認できておらず、財団に、ウサギかやちよ、なる人物が所属していた記録も存在しない。回収日、2015年、月、日。回収場所、
サイト81、内荷物検査事業。勤務していた朝夕検査員が荷物検査事業に入ってきた際が研究員とされる人物を検査した際に手渡しされ、検査後に閲覧したところ自身の焼死体に関する記述を発見した。なお、サイガという名の人物が財団に所属していたという事実は確認できていない。現状、実験により書籍自体に異常性はないことが判明したため、サイト81の休憩室の本棚に配置、勤務する職員は自由に閲覧することが可能。財団内部、あるいは要注意団体の人員によって執筆された書籍である可能性が高いため、現在も書籍の起源の捜索が続いている。私の物語も掲載されていましたが、初っ端から頭が爆発していました。むごいと思います。職員を何だと思っているんですか、お先管理員。説明、上記の、複数の財団職員が死亡、または重度の後遺症を応小説、に関するアノーマラスアイテムの記録。財団がこのようなアイテムを発見したという事実は存在しない。回収日、2015年、月、日。回収場所、アノーマラスアイテム記録欄に突如として記載が出現した。現状、該当する記録を保存。現在、記録の起源に関して調査中。この記録が発見された頃から、お先管理員の頭部は爆発する、という事実無根の噂がサイト81、内に広まっています。むごい風評被害です。お先管理員。説明、アイテムに関してのそれでもその手を離さないで記述を行うと玉木浩二、田園の歌詞の一部が記述のランダムな箇所に挿入されるベート園、交響曲第6番、田園、の CD。回収日。20愛はここにある君はどこへも行けない。まはそんなに急がないで収む場所。愛知そんなに焦らないで県半田市の民家。現状、サイト、81、の中がむしゃらに走る僕。いや、どっちも、田園、ですけども。エージェント、川風に飲み込まれて街に弾かれて。説明、自撮り画像をアップロードした女性のアカウントを発見すると、ありとあらゆるバリ雑言を駆使したリプライを送るツイッターボットアカウント。英語、日本語、中国語など7カ国語りを操る。なお、ボット自体は日本人女性らしき画像をアイコンにしている。回収日、2000年、月、日。回収場所、対象は24時間にわたって10秒ごとにあらゆる女性のアカウントにリプライを送り続け、運営から凍結措置をされても即座に同様のアカウントが復活したため、日本支部のクローリングシステムに異様なアカウントとして捕捉される。ツイッター社との協議により、アカウントデータを財団のローカルサーバー上に転送、インターネットから分断することで封じ込めに成功する。現状、サイト、81、の専用ローカルサーバーに存在。ツイッターの環境を再現しているが、他のアカウントが存在しないためか、10分ごとに自撮り行為に対する不穏な批判的ツイートを行っている。リプライによる意思疎通実験は成功していない。さらなる異常行動が見られた場合、ユークリッドへの再分類が行われる予定。調査チームが制作者を捜索中。私も自撮り写真は苦手ですが、彼女とはお友達になれそうにないですね。エージェント、百瀬。説明、物理的接触を累計1時間続けた人物に限り、その人物が心理的に安心した状況下に10分間晒されると、その人物を対象とした暴力事件が発生する右フックが直撃した瞬間の写真。回収日、2000年、月、日。回収場所、県、市のボクシングジムに飾られていた、非番中のフィールド、エージェントによって回収された。現状、サイト、81、にて保管。もしも命が惜しければ研究はしない方がいい。財団には鍛え上げられた機動部隊隊員やエージェント、あるいは趣味で格闘をやっている研究員も数多くいる。つまりはそういうことだ。エージェント、四つ葉。説明、CD ケースから外された状態の、パブロ H オニー、のアルバムジャケット。中央にある幼児の顔を熱が発生するまで擦ると過去に接触した馬か馬に見えなくもない生物、架空のキャラクターの顔に差し替わる。回収日、2000年、月、日。回収場所、
東京都中古 CD ショップの視聴コーナー。現状、サイト81に保管、保存状態は良好である。娘のムーミンのぬいぐるみが現れた時点でこいつの信用は失った。ええ。説明。熱湯を注意で3分待つと容器内に焼きそば 97g、豚骨スープ 410ml、パクチー約 10g、かき揚げ1個が出現するカップそば。キツネ、の空き容器。回収日、2014年2月、日。回収場所、エージェント、宅。現状、サイト、81、の食堂に保管。使用の際は料理長の許可が必要。使用後は返却してください。とてもまずい、エージェント。説明、着ていると1時間おきに左胸ポケットに500円玉が出現する500円玉柄のタートルネック。回収日、2017年、月、日。回収場所、鹿児島県阿久根市の洋服店。現状、サイト、8184のロッカールームのハンガーにかけた状態で保管中。効果自体は良いものなんだが、絵がものすごくダサいのをどうにかしてくれないか、これを着ているのを人に見られた時が恥ずかしくてしょうがないんだよ。エージェント、キリキョ。説明、水に接触させることで全体の総量は減らずに一部だけ戻される。乾燥わかめ 80g。戻して本体から切り離した後のわかめに異常性は見られない。回収日、2000年、月、日。回収場所、財団フロント企業 S.C.P 社、支社社員食堂の厨房。現状、確認実験を行ったところ最低でも、T のわかめを戻すことに成功した。サンプルとしてサイト、81、に 40g を保管し、残りは希望するサイトでの食事に利用されている。小指の先ほどの小さな乾燥わかめを一晩水に漬けておくだけで翌朝にはボール一杯のわかめになるそうです。私の髪もこうだといいのですが、博士。説明、中に入っている50円硬貨が100円硬貨に、100円硬貨が50円硬貨に見える茶色の革財布。回収日、2016年10月3日。回収場所、エージェント、のカバンの中。現状、サイト、81、にて保管。本人の希望によりエージェント、には記憶処理が施されました。説明、これは実に驚くべき事実だが、対象についての説明を行う際にそれが誰であろうと異常性を発揮するアノーマラスアイテムである。原理は全く想像もつかず、それを防ぐ手立ても未だに分かっていないが、それは尺画家、ジェオメトリデー、の幼虫である。一般的に、尺取り虫、と呼ばれるこの虫だが、これについての説明を行う際には、それが記述、口述、身振り手振りといったどんな手段においても、非常に無縁で理解しにくいものになる。研究員たちの涙ぐましい努力により、この迷惑極まりないアノーマラスアイテムの遺伝子情報と、以上が一致する個体についても同様の異常性が存在することが判明している。成虫に関しては異常性は確認できない。回収日、今からおよそ5年前の心地よい春の昼下がり、2012年03月22日12:56。回収場所、日本列島のおよそ中心部分に存在する岐阜県、市郊外の民家。現状、雄大な自然に囲まれ、職員たちの士気も盛んであるサイト、81、にて、交配により誕生した同様の性質を持つ幼虫を保管し、最初に発見された対象の遺伝子情報も財団の貴重で膨大な量のデータベース上に保管されている。構成を頑張ってここまで文章を短くしました。疲れました。博士。説明、大腸菌、エスチェリキアコリ、が産生する、半減期外需要に短い3種類のペプチド。合成からわずか 0.0008-0.001mm 秒でほぼ全量が基地のペプチド及びアミノ酸へと分解するため研究が不可能で、性質も一切が不明。回収日、2010年、月、日。回収場所、財団医療部門の研究室。現状、一般人によって発見される可能性が非常に低いと判断されたため、隠蔽は行わず記録のみに留める。
説明、探知した金属を消失させる固定式金属探知機。回収日、2017年月日。回収場所、サイト81、内荷物検査事業。現状、サイト81で電源を切断して保管。あの場にいたのが同性だけで本当に良かった。エージェント、首藤。説明、出生時は通常の日本アマガエル、ヒラジャポニカ、であったが、成長とともに外見上、遺伝学上ゴリラ、ゴリラ、へと変貌しつつある生物。現在は頭部、種子、背中の一部に日本アマガエルの痕跡が残り、長い舌を伸ばしバナナを絡め取ることができる。回収日、1999年月日。回収場所、編集済み、動物園。現状、サイト8181の動物飼育施設にて収容中。当該オブジェクトは手話を理解し、ハエを以前は食べ物と感じていたが、今はそう思えないことについて若干の混乱を見せている。説明、説明書の手順に従って使用した場合、氷がそれぞれ異なる色に変色するシリコン製製氷皿、8個の氷を同時に生成可能。8個生成した場合、そのうち7色は虹の各主体と合致する色となり、8色目が何色なのか口頭で説明しようとすると必ず舌を噛む。回収日、2010年10月17日。回収場所、研究員の自室。昨日にエージェント、タデジョーからもらった物品と答えている。エージェント、タデジョーはデパート内で購入していたのを確認済み。現状、8箇所中1箇所にゴムボールを詰め使用不可能にした状態でサイト、8181内の飲酒施設で使用。説明、塗った面に写実的な侍あり、ポリアーグス侍の軍隊が描かれ、肉が焼けるような方向が発生する口紅。バチ水性に優れるが、通常のメイク落としで問題なく除去可能。回収日、2010年10月17日。回収場所、研究員の自室。昨日エージェント、タデジョーからもらった物品と答えている。エージェント、タデジョーはデパート内で購入していたのを確認済み。現状、サイト、8181内の定期検と物品収容ロッカー内に保管。実験により残っている長さは発見時の 30% 程度。説明、装着した場合鍵の保有者以外の接触を完全に透過する同合金製の低層体、英単語、テムペランスの鏡文字が彫られている。回収日、2010年10月17日。回収場所、研究員の自室。昨日エージェント、タデジョーからもらった物品と答えている。エージェント、タデジョーは、検閲済み、で購入したと答えている。現状、切断した結界事業性の消失を確認。廃棄済み。これぴったりだなと思ってたらこんなことになるだなんてな。エージェント、タデジョー。ぴったりだとしてもなぜ彼に送った。そしてなぜつけてきたんだ。管理官。説明、装着すると手のひらに対して風速17メートルの風が発生する軍手。回収日、2000年、月、日。回収場所、横須賀米軍基地。現状、サイト、81の提供へ物品保管庫に収容。時速 60km の車から手を外にかざすととは言うけど、逆だと微妙だな。博士。説明、ボンノクボから USB3.0 ケーブルが複数生えた人の頭部。頭蓋内には GPU が複数存在し、目と耳はそれぞれがカメラとマイクになっている。生体組織に一切の腐敗はなく、毛髪サンプルから得た遺伝情報は財団のデータベースのどの個人とも一致しなかった。回収日、201。回収場所、からヘッドハンティングされた、博士の不妊時の荷物。現状、サイト、81の標準計算機室に保管。画像、音声認識に利用可能。説明、半径5メートル以内に、オードリー、ヘップバーンの精巧な立体映像を投影する能力を有する、ワモンゴキブリの死骸。
立体映像は逆再生のような挙動を見せ、時間経過とともに年齢も逆行している。回収日、2000年、編集済み。回収場所、サイト、8181の資材搬入口前に、透明な瓶に入った状態で放置されていた。現状、サイト、8181で保管中、牛山博士の個人的な研究対象として取り扱われている。説明、再生機器で再生すると室温が摂氏36度になる郷ひろみの、ゴールドフィンガー、99、の CD。回収日、1999年7月22日。回収場所、CD ショップで熱心な郷ひろみファンのエージェント、が購入。現状、温度管理に便利なため、サイト、81、の温室で使用中。いつもぴったり摂氏36度なので、温度管理がとても楽です。収容スペシャリスト、ひろうみ。説明、前方からのあらゆる事象を透過する木製の盾。裏面に、どんな攻撃でも壊れない、絶対無敵の盾。と印刷された紙が貼り付けてある。回収日、20、年12月22日。回収場所、北海道、郡、町の玩具店にて回収。現状、サイト、81、の定期見物ロッカーに保管。後ろから見ると半透明に見えるんだな、これ。エージェント、職場、